皆さんこんにちは。野蛮人のようにで活躍した俳優である田川陽介さん。今回は田川陽介が藤吉久美子の不倫を発覚しても離婚しなかった理由と、大物芸能人とヤバい確執の理由について紹介します。まずは田川陽介の経歴とプロフィールから紹介します。田川陽介は日本の俳優、タレント、司会者、元アイドル歌手、京都府中郡大宮町出身、サンミュージックプロダクション所属。妻は女優の藤吉久美子。1995年、女優の藤吉久美子と結婚。2001年には長男が誕生した。芸能界のおしどり夫婦として有名で、馴れ初めは1994年に NHK 大阪で、藤山直美主演のドラマ新銀が大阪で、生まれた女や堺の撮影で共演したことだった。近年では旅番組に限らず田川が出演すると視聴率が跳ね上がることが多く、業界内では田川は何かを持っているという評価を持たれているとされる。妻で女優の藤吉久美子に不倫疑惑が浮上したタレントの田川陽介は、2017年12月14日午後4時頃に都内で会見。うちのバカモンが、本当にバカモンが軽率な行動をとって騒ぎになってしまって申し訳ないと謝罪した。9日午後、妻の不倫疑惑について直撃され、その夜に藤吉夫さんからよ時間かけて事情聴取、説明を聞き、バカモン何やってんだの連発だったという。ただ藤吉はそういうのじゃないから信じてと懇願、これによし分かった、信じる、これで終わりと応じたと明かした。報道陣に疑うよね、誰が聞いたって黒でしょと本音を漏らしながら、僕の神さんだから信じますよと言い切った。テレビ東京ローカル路線バス乗り継ぎのリョゼットのナレーション収録後の会見。同氏は藤吉がバスに乗って男性のもとへ通う路線バス不倫と報じたが、これからは狭い地域を走るコミュニティバスにして近所しか行かせないようにしないとと笑わせた。最後はおなじみのルイルイを笑顔で4度やり明るく締めた。一方の藤吉さんはすっぴん姿で記者会見に登場、乱れた髪をかき上げ号泣しながら不倫を否定しました。会見中の姿がすっぴんにもかかわらず非常に色っぽく美しかったことも話題になりましたね。ひとまず夫婦の関係が良好なのであれば問題は解決したということで良いでしょう。報道後は藤吉さんに対し、家では亭主関白の田川さんが外出禁止令を出したという噂もあったようです。近所の人が彼女の姿を見かける頻度が減ったため噂が生じたのでしょう。噂について直撃された田川さんは、外出禁止令について否定し斜めの見方ばかりしないでとコメント。この時彼は笑顔だったそうですが、しつこく悪質な報道への嫌悪感を何とか隠そうとしていたのでしょう。ちなみに外出禁止令は田川さんではなく事務所が出したとのことでした。せっかく夫婦がうまく問題に対処したのだから、これ以上無駄な追及はしない方が良いですね。おしどり夫婦とされてきた藤吉さんと田川さん、結婚したのは1995年のため、2023年で28年目を迎えます。藤吉さんにとっては再婚、田川さんにとっては初婚だったそうです。2人が出会ったのは1994年のドラマ新銀が大阪で生まれた女や堺の撮影中でした。新幹線で一緒に東京へ帰ることになった際、田川さんが藤吉さんを夕飯に誘ったそうです。実は新幹線の出発前、すでに東京の店を予約していました。この日にアプローチすると決めて周到に準備していたのです。ドラマでの共演シーンはわずかでしたが、田川さんの大胆なアプローチが功を奏して2人は急接近しました。翌年にはゴールインしているため順調に愛を育んでいたことがわかりますね。藤吉さんと田川さんは結婚の6年後である2001年、一人息子を設けました。当時39歳だった藤吉さんは高齢出産のため帝王切開をしたといいます。藤吉さんは1988年、歌舞伎俳優の4代目河原崎権十郎さんと結婚しています。慣れ始めは連続テレビ小説よーい丼での共演でした。しかし4年後の1992年に離婚、なし縁のしきたりに馴染めず、いろいろと悩んだ末の離婚だったようですね。理由はどうあれ、後継ぎの子供が生まれていない段階での離婚は
賢明だったと言えるかもしれません。藤吉さんは田川さんという立派な旦那さんに巡り会えたからこそ、厳しい芸能界でもしっかり生き抜いてこられたのでしょう。では田川さんは騒動について、うちのバカもんがすみませんと謝罪し、自分の神さんのことだからみんながそう思わなくても信じますよと藤吉さんの言葉を信じると述べ、離婚はしないと断言し、最後には記者の要望にイライルイルイと笑顔でルイルイポーズまで決めていました。その後に会見をした藤吉さんは号泣しながら謝罪し、不倫を否定、もう彼がいないと生きていけないと憔悴した表情を見せていました。田川陽介にモラハラ疑惑、離婚しない理由は終始妻をかばい、明るく対応を続けた田川さんの会見は、神対応男気あるとメディアで絶賛され、好感度はさらに上がったと言われていました。しかし一方であの笑顔が逆に怖いとの声も多数、女優の遠野なぎこさんはゾッとすると話し、神対応の会見について違いますよ、そんなに正面から見ちゃダメですよ、ちゃんと裏書いてみないと、嫌な言い方ですけど、また妻の弱みをさらに握ったゼみたいな、じゃないと、あの藤吉さんの号泣は何？繋がんないじゃないですか？と語っていましたし、西川彩子さんはすごく怖い、寛容な夫を完璧に演じたのは妻を守るというよりも自分の体裁を守るための会見だったのかなと話していました。男気会見と称賛する男性陣の横で、女性陣は怖い狂気を感じると笑顔の裏を読んでいたようです。笑顔の田川さんの会見とは対照的に号泣する藤吉さんの会見が田川に怯えているとも見られていました。田川は自身に妻に不倫された夫というイメージがつくのが許せないのでしょう。テレビのワイドショーやスポーツ紙はやたらと歓喜会見、新対応の予期風などと持ち上げていますが、言葉の端々に風主導主義が見え隠れし、どうしても目の奥が笑っているように見えない。離婚しないのは男のプライドか、以前から田川さんの亭主関白ぶりは有名で、夫にはいつも敬語を、男同士の会話に口を挟むのは NG、寝る時間は夫に合わせる、食事の時間も夫に合わせる、外食メニューは夫が決める、などなどいくつものルールがあることは周知の事実。騒動後、田川さんは家族3人で京都の田川さんの実家に帰省し、藤吉さんは初めて守られていることを感じたと話していたなど、夫婦円満ぶりをアピールしていますが、藤吉さんが次にライブをやるときは、僕がオーディションして、通れば僕のスタッフでやってあげる、前のように大きくはやらないで、聞きたい人だけが来るシンプルな形なら、僕もいいと思っているなど、自分の管理下に置きたいというニュアンスが感じられ、モラハラ臭がするもはや奴隷などとモラハラ疑惑は続いています。また不倫が報道された当日に会見がいち早く開かれたことや、田川さんの完璧な受け答えから報道より前に不倫を疑っていたのではないか、元踊り師仮面夫婦だったのではないかとの見方も出ていました。さらに溺愛する一人息子がまだ高校生であることから、子供が成人したら離婚するのではとの憶測も。現在藤吉さんは音楽活動を行うために設立した個人事務所を閉鎖し、予定していた事務所からの独立も中止、子供の用事や仕事以外は外出を控えているようで、それも田川さんから外出禁止令が出ているのではないかと噂されていました。どうやらそれはまた誤解を生むことが、内容におとなしくしていてほしいとの事務所の指示のようです。様々な憶測を呼んでいるとはいえ、不倫会見での田川さんの対応が藤吉さん擁護派を生み、結果的に藤吉さんを守ることになったのも事実。亭主関白とは言っても、田川さんは家事育児にはとても協力的だと言いますし、やはり夫婦間のことってわからないですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。